マット・ビーゼは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。イリノイ・集団ダンビル出身。WCW で、報酬 WWE で、ルーサー・レインズのリングネームで活躍した。少年時代は、素行が悪く、飛行に走り暴行などの犯罪などを犯したびたび、刑務所に入所していた。出所後、友人から、プロレスの話を持ちかけられたことから試しに、 WCW が主催する WCW パワープラントに入門。トレーニングしているうちに頭角を表すようになり、1997年に WCW に昇格。馬蹄のような髪型をしていることからちなんで、報酬のリングネームで活動することになり、ロディ・バイパーと構想を開始。しかし、うまく盛り上げることができず、構想終了と同時に出場の機会を失い、 1998年に WCW から解雇された。1999年よりアップへにてトレーニングを開始。また、アップへと並行して、Our Superstars of ン e l i n g や WWC などの団体に参戦。2003年6月、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。参加団体のオベにてトレーニングを開始し、2004年4月に、 ルーサーレインズのリングネームでロスターに登録される。当時スマックダウンの GM を務めていたカートアングルの用心棒としてマークジンドラックと共に登場。6月の PPV であるザ・グレート、アメリカンバッシュ2004にてチャーリー・ハースを相手に WWE でのデビュー戦を行い勝利。9月からはアングルとビッグ、ショートの構想に加担し12月の PPV である。 アルマゲドン2004にてアングルジンドラックレインズ VS ビッグショーの3対1によるハンディキャップマッチを行うが敗戦し、構想は終了した。2005年よりジンドラックとタッグを組んで活動するようになり、ジ・アンダーテイカーやレイ・ミステリオエディ・ゲレロなどと構想を展開するが、特にインパクトを残すことができなかった。以降、出場機会は徐々になくなってしまい、果てには、 前座番組であるベロシティでの出場が中心となった。この時期からポールヘイマンとギミックについて意見の食い違いが起こるようになり、ヘイマンとの交渉は平行線となったために自主解雇を求め WWE から退団した。WWE 退団後、不動産会社のセールスマンに転身。働いている方あらフルスであるアプエで試合に、 出場していたが2006年に正式にプロレスから引退した。ありがとうございます。